何これ。目の前にモニターにぼやけた映像が映る。これあれかな、あのアリスランドの広場、一番最初の。それが次第にはっきりとした映像になっていった。あ、要の立ち絵が初めて出てきた。なんだか不思議な気分だった。まるで自分が実際にそこに立っているかのような感覚を覚える。あ、これ VR じゃない、これ。VR だよね、これ。あれ？これって。いちか。要だよね。ノーリもちゃんといるみたいだね。お、なんだこれ、すげえ。これただの映像なんだよね。まあただの映像じゃなさそうだけどな。すごーい、綺麗。ベッドに入った順番なのか、モニターに映る人影が増えていく。二人ともいる？ここにおりますわ、白州様。はい、おそばに。わかった。ふざけてやがる。本当にこれは普通のベッドとは違うんだね。相当金かかってんだろうな、ほんま。揃ったみたいだね。それじゃあ続きを始めるよ。最後に現れたアリスが軽い調子でそう言った。ここはね、ある二つの価値観について真剣に話し合うための世界だよ。これはちょっとしたおまけみたいなものだけど。おまけにしてはかなり大掛かりだな、おい。その価値観の正しさを僕が認めたら、その後の世界に反映されるかもしれないよ。もちろん僕自身は一票も持ってないし、選挙の勝敗とは関係ない。とにかく頑張って僕を納得させてみてね。まあ価値観を話し合う世界なんていきなり言われてもよくわからないだろうね。だからちょっとした寸劇みたいなもので状況説明みたいなこともしてあげるから安心してね。そして君たちはここで話し合うんだ。立候補者と対立候補の2人のうちのどちらが正しいか、あるいはどちらを信じるか。まず2人にはテーマが与えられる。例えばそうだな、僕を殺すべきか殺さないべきかとかね。ほう。立候補者に選ばれた対立候補は先にそのテーマに対して賛成か反対かを選ぶことができるんだ。対立候補が先なのか。当然だよね。いきなりこんなわけのわからないことに巻き込まれて、挙句にどちらかが追放されることになっちゃうなんてさ。立候補者には対立候補を選ぶ権利がある。代わりに対立候補にはテーマに対してどちらを選ぶかの権利がある。それがフェアってものだよ。ああまあね、あのそれぞれメリットはある形なんやね。ちなみにただ選ぶだけじゃなくて、その根拠になる考えも言ってもらうことになるから、そこだけは注意してね。この例で言えば、僕を殺すことでどんな未来が作れるのか、どんな世界にしたいのか。確かにてめえを殺せば世界は変わるだろうな。毎回そんなテーマなら楽に決められるんだがな。まあね、テーマとして出されるのは君たちがどんな世界を望むのか、そんなところかな。テーマ一つにテーマを取らせるのね。
とりあえず今回はそれで行ってみようか。おいおい、本気かよ。残りの人たちはその人自身じゃなく、その人が掲げる未来を信用できるのか、あるいは一緒に望むのか、それを選んでもらうことになるんだ。今わざわざ言い直したけど、違いは？人で選ぶんじゃなくて、あくまで意見で選んでもらうってこと。人で選んじゃダメなんですか？当然ダメだよ。それに話し合いの最中は誰が誰だかわからないようにするから、今からそんなこと考えても無駄だけどね。だって誰だか分かっちゃったら、君たちも正しい判断ができなくなっちゃうでしょ。外での煩わしい人間関係とか愛だとか、そんな感情が一切関係しないまっさらな状態で始められるようになってるんだ。ああ、まあなるほどね。この人だからいいみたいなことはできないんだね。あの人が嫌いだから否定してやろうとか、あの人が好きだから本当は反対したいけど賛成にしちゃえみたいなね。それじゃあ君たちの本当の意見とか正しいと思ってることが反映されなくて意味がないもんね。つまりそれぞれの主張を聞いて、どちらの意見を支持するかを決めてもらうってこと。支持者の票が多かった方が勝ちで、負けた方は追放される。おっと、急すぎたかな。それじゃあ順を追って進めていこう。まずはこの世界をよく知ってもらうために、さっきもちょっと触れた小芝居をしてもらおうか。小芝居？そうだな。それじゃあ要くん、君は僕に妹を殺されたって設定で言ってみよう。それネタバレ。何？セリフは画面に表示されるから感情を込めて読んでね。ふざけるなよ。あら、何か不満？ふざけんなってのは俺も同意見だな。そんなにやりたきゃてめえ一人でやれよ。みんなもそう思う？ああ、なんかそんな空気だね。まあいいや、じゃあこっちで勝手に用意してやっちゃおうか。お前が妹を殺したんだ。仕方がなかったと言っても聞いてはくれないんだろうね。俺は絶対にお前を許さない。まあこんな感じかな。ちゃんと用意してやるんだったらね、やんなくてもよかったんじゃね。それでお次はテーマに対しての意思表明をしてもらう。僕は当然僕がいる世界を望むよ。つまり僕が管理するこの世界を肯定する。そして要くんは、お前が管理する世界を否定する。うんうん、じゃあ次に行ってみよう。と、テーマ。アリスが管理する世界を肯定するか否定するか。表明。まあ今回は適当にね。とりあえず僕は僕が管理するこの世界を肯定するよ。ついにあれか、選挙始まったか。これ俺はそれを否定する。どうせ選べないしな。それでは有権者の方々、投票をお願いします。ノリム投票。
鹿はこっち、ゆりくんこっち、だいぶこっちやな。おお、あ、さて、あれ、最初の結果が出たね。にゃんこ、なんだこれ、にゃんこ。仮投票の後はここでみんなに話し合ってもらうことになるんだ。ん、目の前に文字が浮かび上がる。ここ。それにこの文字は。どうやってと聞こうとしたが、その前に喋ったままの言葉が新たに文字として浮かび上がった。ただ喋ればいいだけだよ。どういう仕組みなの？新たなメッセージがスクロールとともに浮かぶ。こういう仕組みなんだね。でも声は聞こえないんだな。誰が誰だか分かっちゃったら興ざめだしね。だから実際にはこんな感じになるって、誰か喋ってくれない？これでいいかな。オッケーオッケー。これで一体何をやるの？アイコンが可愛くなってる。今回は実際に話し合ってもらうわけじゃないし、雰囲気だけでも味わってよ。ただ喋ればいいのかな。あ、本日は晴天なり。うわ、ベタだな。なんだっけ、それって英語じゃないと意味ないんじゃなかった？あ、それ聞いたことある。どうだっていいだろ、お試しなんだからさ。そうだね、好きに発言してみればいいんじゃないかな。くだらねえ。ただ話せば文字になる、こういうことですか？なんだこれ、会話の流れから見て異常だが。あ、言い忘れてたけど、特定の誰かを指すような発言は自動で削除されるから、参加者の名前を呼びたいときはアバターにもなってる絵の名前で呼ぶようにね。俺ならネズミか。私ならヘビですね。そうそう、今は分かりやすいように一度見せてあげたけど、次からはそんなサービスはないから。それにしても偏ったね。当たり前だと、支持者の情報は今も画面上に映されている。おっと、飛ばした。バックログが開かない。今アバターに置き換わっているが、道理はよく分かっていないだろうが、ユリゾのしおりはどういうつもりだ。ちょっと読めないな。いや、こんなものは実際の選挙とは何の関係もない。適当に押しただけかもしれない。ま、どうでもいいかな。それで話し合った後はどうなるんだ？もう一度投票をしてもらうよ。11票のうち数が多い方の勝ち、負けたら追放。わかりやすいでしょ？なるほど、そういう追放選挙ってね。いや、それは話し合いの結果次第かな。テーマにはいろんな側面があるし、ネタが尽きるまでは何度もやってもらおうかと思ってるよ。そしてその度に投票することになるから覚えておいてね。そんな曖昧な。11票。ちょっと待ってくれ。確かに計算は正しい。俺を含む12人と今回はイレギュラーだが、アリスが入っている。立候補と対立候補の2人をそこから引くと。さて、それじゃ外に出ようか。めっちゃ実際の話し合いは応答になるんだけど、本番まで取っておいた方が絶対楽しそうだしね。いや、支持者は今12人いる。待て、アリス。いやー、ちょっとさっきのところはなあ、融通聞くようにこうこっちで押すような形で進んでほしかったな。この目、ああ、さっきのはどういう意味だったんだ？アリスに問いだしてみるか。それじゃあ最後の説明に入るよ。
全員がベッドから出たのを見計らってアリスが話を続けようとする。その前に質問がある。俺が話すよりも早くアヤラ・イズキが声を上げた。11票ってのはどういうことだ。あ、同じやな内容。ああ、それね。僕も思ったんだ。支持者は12人いました。え、マジで？うん、最初の投票の時からね。気づかなかった。最初の投票といえば、そこからアバターだった人がいましたよね。この中の誰でもない誰かでしたね。うん、なんかね、あのにゃんこのアイコンがあったよね。白秋様のおっしゃる通りですわ。ええ、アリス様のいたずらかと思っておりましたが。この場のほとんどが疑問に思っていたようだ。ああ、あれ？気にしないで。基本的に僕は参加しないから、特別ゲストを呼んだだけ。わ、その特別ゲストってなんだ？誰なんだ？ふざけてんのか？そうだよ、ふざけてるんだよ。てめえ。質問して逆ギレするイズキ。どうしてわざわざ呼んだの？そうだよ、みんなに紹介しようよ、ゲストなんだから。次から実際に参加してもらうためにね。10人じゃ割り切れちゃうから数合わせってことで。数合わせということは、2回目の選挙では参加しないのかな。そりゃ参加する人数が減ったら数合わせはいらないよね。それなら今回だけの特別ゲストっていうのも納得だけど。それより誰なんですか？秘密。どこまで秘密にするんだアリス。ひょっとしてあなた自身だったりするんじゃありませんか？影武者か。違うよ。ではあなたの協力者ですか？それも違うよ。なんて言ったらいいのかな。まあとにかく参加する資格のあるものとだけ。それ以上は答えられないから、無駄な質問はそこまでにしとこうか。めっちゃ謎やな。そう言われては質問を続けることもできない。だが資格？他に人類の生き残りはいないとアリスは断言していた。自分をその中に含むのなら一応の辻褄は合うが、それもアリスは否定した。この場にいない誰かが一体この選挙に参加する資格を持っていると言える？あ、まさかミサ。じゃあ続けるよ。ちょっと前に質問が出たけど、選挙で負けた人はここから追放される。それはつまり僕が管理するここから出て行ってもらうってこと。さっきの疑問よりもはるかに重要な情報に全員の気持ちが切り替わる。答えは得られないと分かっていたから当然か。どういう意味ですか？もう少し詳しく教えてもらえますか？俺を含むおそらく全員の意見を代弁するように、姫のミオリがそう聞いた。そのままの意味だよ。それって結局どうなるのかな？どうなると思う？想像くらいできるでしょ？テーマパークの外ってことですよね。それだと化け物に食べられてしまうんじゃ。要するに殺すってことだろ。化け物に食われてか。
かな。まあその辺は想像にお任せするよ。いやそんな怖い、やめて。ふざけやがって。だからみんなに選んでもらうんだよ。投票して選ばれなかった人がここから出ていくだけ。大体理解できたかな。ルールについては資料室でいつでも確認できるから活用してね。じゃあそういうことで解散。選挙の日まで楽しく過ごしてね。終わってもうたよ。長いアリスの説明が終わった。整理しなければならないことが多すぎる。おい、お前ら全員に言っておく。俺を対立候補なんかに選びやがったら後悔させてやる。最初に動いたのはあやらいづきだった。他人の目につくのを嫌がったのか、それとも何かに向けて動き出すためか。個性のない捨て台詞を吐き捨てて部屋の外へ歩いていった。さあ白秋様、参りましょう。次に双子に脇を抱えられて泉白秋が部屋を出る。双子は脳裏を除けば最年少のはずだが、アリスの話に動じた様子もない。泉白秋を気遣う余裕さえ見せている。その二人に囲まれた泉白秋もどこか他人事のようにされるがままだった。行きましょう、ミオリさん、ユーリ。そして思い悩んで動けそうにない姉妹を最初に正気に戻ったらしいイスルギミツムネが連れて出る。自分だって怖いはずなのに正義感の強さがそうさせているんだろう。まああれやね、道宗くん二人守るっていう感じやな。さあ何を作ろうかな。余裕ぶっこいてんな、忍長おじさん。何を思い悩んでいたように見えた忍長寺一世も薄い微笑みを浮かべて立ち上がった。カナメ、私たちも戻る？いや、俺はもう少しここに残る。アリスは消えてしまったが、俺にはまだ話すことがある。二人は先に戻ってて。わかった、ノーリちゃんは連れて行った方がいい。イチカは理由は聞かずに結局はうなずいてくれた。お願い。行こう、ノーリちゃん。ノーリの手を引いてイチカが部屋から出ていくのを見送る。改めて部屋を見るといつの間にかユリゾのしおりもいなくなっていた。もう黙っていたんやな、もうしれーっと。それを確認してから何もない空間に向かって呼びかける。アリス。はーい、お待たせ。何か用かな。一瞬で現れたくせにくだらない冗談だ。それで条件は？ちゃんと覚えてたんだね、えらいえらい。ああそうだね、取引の条件だね。条件は？せっかちだな、カナメ君は。条件は簡単、君には必ず立候補してもらう。なるほど。対立候補は好きに決めていいよ。それだけか？うん、それだけ。でもさ、急がないと誰かが立候補しちゃうかもよ。そうなったら取引はおしまい。君が諦めるまで何度でも記憶を消すことになるね。別に不都合はない。どうせこちらから選ぶつもりだった。まあ要にとってはリスクは低かったんだね。表立って動かず人数を減ってから動き出すというパターンも考えた。
だがそれではコントロールができない。誰かに人間関係をぐちゃぐちゃにされた後、残されたものがどう動くかを予想するのは難しい。それなら最初からどの順番で消すか、こちらの手の中で決めておく。それが俺の目的のためには最も勝算の高い方法だった。そのはずだ。それで誰にするの？すぐに決める。もう少しだけ待ってろ。なんか要くんさ、他の人と話すときと口調が違わない？偉そうっていうか遠慮がないっていうかまあまあそれはね、記憶が戻っちゃった要だからね。そりゃあさ、年長者に敬語を使うのはわかるよ。一星くんとかしほりちゃんとかにさ。年長者？お前もそうなのか。あ、年齢の話はやぶへび？レディーに年齢を尋ねるなんて失礼だって前にも言ったよね。もういい、黙ってろ。はぁ、仕方ないな。今この時点で決めるべきなのは分かっていた。遅くなればなるほど他の誰かが立候補する可能性が出てくる。だがそう簡単に立候補できる者があの中にいるとは思えない。選挙が始まれば状況も変わってくるだろうが、今はまだリスクが大きすぎる。そのリスクを背負ってでも立候補したいと願うのは、死の危険性よりも優先する何かがあるものだけだ。例えば俺のような。考えろ。誰から消す？いや、誰というよりもどのグループから消すか。そう考えた方がいい。選挙の中では匿名性が保たれるという話が、俺が立候補していることが絶対にバレないとも限らない。人数が減ってくればそのうち気づく者も出てくる。まとめて消した方が後腐れなく次へ進むことができるだろう。そのためにあの9人をまずグループ分けを行おう。姫野美織、姫野優里、イスルギ道宗。彼らを仮に A グループとする。そして和泉白秋、立宮アーシャ、立宮カーシャ、これを B グループ。最後にどのグループにも属さない3人。任長寺一世、百合園勝利、綾良伊月、これを C グループ。最も避けなければならないのは複数のグループが組んで俺たちを狙ってくること。選挙の中身次第だが、反発を受けるような強引なやり方をすれば警戒されることになるだろう。それ以外にも俺たちが孤立するような状況はあるんだろうか。まず中途半端にグループの誰かを残した場合、 C グループを除き俺にグループ内の誰かを消されたと気づかれたら、別のグループと組もうとする可能性が出てくる。ただし今はまだ別グループと組もうとまで考えはしないだろう。この中にアリスがいるかもしれないという疑惑が完全に、付着されたわけではない。別に、次に別のグループに誰かを消したとする。同盟の可能性はさらに高まるか。 C グループも疑われるだろうが、唯一欠けることなく残った俺たちグループも当然疑われるんだろう。危険な、いや危険だと思える人物は早めに消した方がいいと、共通の目的を与えてしまう結果になる。ならやはり
同一グループの中から順番に消していくべきなんだろうか。消されているのが自分のグループでなければと生還を決め込むのが最も得策だとわかるはずだ。まずは3人、残りが9人になって、なおグループが俺たちを含めて3つならば、その頃にはその6人のことも少しは理解できているはずだ。 A グループ、 B グループなら人間関係をかき回す、 C グループはおそらくその段階でも団結はできない。2つ目のグループを消せれば先は見える。いろんな戦略が出てくるな。そんなにうまくいくだろうか。いや、生かせなければならない。そのためにはどれだけ卑劣になろうと、それだけ犠牲を払おうとも。まずは3人、どれかのグループを消す。メリットはデメリットは順番に考えろ。A グループ、姫野美織、姫野優里、イスルギ道宗。彼らは家族、友人で結束が固い。A グループを最初に選ぶメリットは、後々厄介になりそうな固まった3票を早々に消しされることだ。今はまだ誰もが混乱している。いきなり一人消されれば急に修復は不可能だろう。デメリットは、逆に彼らが最後まで残ると確実に3票が俺にのしかかってくる。脳裏の票は数には入れられないため、こっちは俺と一課の2票だ。人間関係を崩すための時間が足りるかどうか。時間をかけて3人の関係性を崩壊させることができれば、その差を埋められるだろうか。 B グループ、白州様、アーシャ、カーシャ、彼らは正直まだつかみどころがない。双子がイスミ白州を慕っているのは確実だ。だがそれだけではない。何かがあるような気もする。メリットはその不確定要素を消せること。双子のどちらかを消した場合、残りの2人は結束するだろう。イスミ博士を消した場合も同様に、双子の恨みはこちらに向くだろう。だが2人がこの段階ならそれほど怖くはない。デメリットは人間関係を把握するだけの時間がないこと。表面上はよくある三角関係にも見えるが、そうじゃなかったら？異常にも思える双子のイスミ博士への執着が、三人の関係を想像以上に複雑にしている可能性は？やはり時間がかかりそうだ。Cグループ、仁長寺さん、しほりさん、いづき。彼らは正直に言うのならばグループですらない。そこにつながりはないし、注意すべき点が現状一番少ないグループだろう。メリットはとにかく人数を減らせること。彼らを全員消して残りは6人。この3人は他の誰ともつながりがないし、消えたところで気にかかる奴もいないはずだ。最初に消したところで警戒される危険性が一番低いグループだとも言える。デメリットはメリットの裏返しでもある。消しやすいグループだけに、最後まで残しておいても脅威になりにくい。最後まで残されたらさすがに団結しグループを組むことになるだろうが、メンバーにも難がある。イズキは今まで周りに
散々悪態をついてきたし、しおりは周りにほとんど興味がなさそうだ。死がかかっていれば変わろうとするんだろうが、それでも急に他のグループのように一致団結はできない。まあ唯一、まあ任長寺さんがこう常識人じゃないけどまともっていう感じやね。アリス、もうさ帰ろうと思ってたところだよめっちゃズーンってなってる。まずはグループを決める。グループ？いや、こっちの話だ。はい、というわけで今日はこの辺にしたいと思います。いやー、ついにね、あの追放選挙ねー、本番に近づいてきたかなと思いますね。さて、誰から消していくのか、それは、次回決めていきたいと思います。それでは、バイニャラーン。